俺はこの9月中に絶対もう一回チャンスが来ると思うんですよ、ベイスターズに。はい、最終盤ですけど面白さ詰まってます。シーズン終了をね、はい、楽しみにしましょうよ。じゃあそのままセ・リーグ、セ・リーグ行きましょう。3位争い、うん、っていうところから話する。まずあ優勝、優勝はまあもう俺は2つにか、はい、もう絞、これはもう絞られてると思う、はい、まあ、ヤクルトと DeNA ですよ。このもうこの2つに優勝っていうところはほぼ絞られたんじゃないかなと。だから3位に、はい、じゃああとの4球団のどこが行くかっていう、はい、いやー、谷繁さん優勝はちなみにセ・リーグど俺ジャイアンツもうジャイアンツに裏切られたそうですよね。いやまさか こんな落ちるとは、ね、もうファン的にも本当に辛い。ファン的に言うとさ、はい、何がダメなの、まあ、そもそも、まあ、計算できると言ったらちょっとあんまり言い方が良くないかもしれないですけども、去年の勝ち頭、はい、もう戸郷投手のみですし、はい、勝ちパターンはもうずっと全滅 で、はい、で結局1年リリーフ、まあ、大勢投手につなぐまでの投手陣を整備できなかったですし、はい、でまあ打線ももう本来ならばもっと頑張ってもらわないといけない方たちが、はい、まあ、離脱したりとか不調だったりとかあって、はいはい、まあ、外国人投手も結局勝てないですしシューメーカーそう、シューメーカー、アンドリース、まあ、CC もちょっと今年っていうところもありますし、でもう8月坂本選手がようやく帰ってきて、うん、やっぱそこから上がるのかなと思いきや結局勝てずに6連敗だったんで、あ、これはちょっとまずいなと。まあ正直ちょっと弱いよね。そうです。いやデータで見ても結構もうやばいよね、はい、もうピッチャー陣ももう本当セリーグで一番悪いぐらいだからね、うん、私あの記録となった4試合連続満塁ホームラン打たれた試合現地で見てたんで、うん、もう放心状態にまあ結局勝ったんでね、その試合良かったんですけど、っていうかさまあ、俺さ、まあ、3000試合ぐらい出てるけど、はい、でキャッチャーとしてもね3000試合近く出てるけど、多分自分の出た試合で4試合連続満塁ホームラン打たれたことないと思うけどね。なかなかないですよね。ないでしょ。もうなんとかなるような気するんだけどね。いや結構ちょっと、そう考えるとピッチャーがねちょっと厳しいよね、正直ね。厳しいです。枚数も足りないですね、まあ、春先勝ってた若手ピッチャーたちがじゃあ1年通して戦えるかっていうとやっぱりそうではないと思うので、まあ、これはね、今年シーズン終わった時にまたさ、はい、いろいろ俺の意見も、ね、言いたいこともあるし、はいはい、またやっていきましょうよ、はい、だから今日はあれだ、巨人はもう3位以上はないっていうそっか、まずここ今日からの阪神3連戦に、まね、うん、もし3立てしてで、まあ、その次がまたヤクルトなんですけど、うん、6連勝しないとダメ。そうですね、うん、2勝1敗でも厳しいですね。今週わ難しいでしょ。し 今の巨人6連勝ってもう今日も西勇輝投手なんでちょっと厳しい。正直なんか想像できないよね、はい、今の巨人に6連勝っていうのは、うん、やっぱ若い選手、これからの選手っていうところを考えると、はい、まあ、こういうなんていうの、悔しい思いっていうのが、うん、やっぱり役に立つ時が絶対来なきゃいけないはずなんですよ。そこを考えると、まあ、ジャイアンツもこういう悔しい思いをするっていうことは、はい、まあ、たまにはいいんじゃないかなっていう。そうですね、うん、まあ、いろんな機会は与えられてますから、経験の1年だったと。まあ、まだ終わってないですけど、まあね、まあねだから今日収録日が、まあ、9月2日、はい、だ今週ジャイアンツが6連勝したらまだ、はい、そうですね、 A クラスが A クラス3位もしかしたら2位の可能性もゼロじゃないっていう、はい、いやもう個人的にそれがもう最低条件です。個人的にはもう岡本選手、まあ、今ちょっと上がってきてますけど坂本選手このままで終わらないでくれと、今シーズン、ね、やっぱり2人がこれね、岡本の、ね、打ち方を、ね、この間、まあ、あるプロ野球 OB の、ね、元バッターの人が、はい、指摘してた、まあ、個人的に話を僕は聞いたんですけど、はい、どこを指摘してたかというと、うん、やっぱりこの肩が入りすぎてる、はい、こういうふうに
うちに入っちゃってる、はいはい、だからもう打てない。それもうちょっとピッチャーに対してまっすぐ当てるようになると手がつちゃんと使えるし、どうしてもこういう風になったからもう外はボール球追いかけるし、インサイドはこう開いてボールするから詰まるし、あれじゃダメらしいよ。なかなか短期間で修正ってできないです。教える人がいて自分がちゃんと意識できれば、まあ、あのクラスになるとすぐ修正はできると思います。はい、まあ、ジャイアンツはこんなもんで、はい、まあその前にちょっとドラゴンズ、ああそうですね、私は4位かな、4位に予想して、俺3位だよ。あ、まあ、チャンスはまあゼロじゃないからね、はい、ゼロじゃないけど、まあでもね、今年は横浜にちょっと分が悪すぎる。あ、まあ、相性っていうふうにね捉えてもいいかもしれないけど、うんうん、でも、この間3試合、はい、DeNA 対ドラゴンズの試合を、うんうん、まあ、仕事でねやりました、はい、解説正直ちょっと力の差を感じました。あ、はい、特に打線、まあ、ちょっとね打てなさすぎるっていうところで、はい、なんか手の打ちようがない感じなんですよ、要するに、はい、で、まあ、最後にね僕はまあ、ラジオやってたんだけども、まあ、どれだけその選手がこういう状況を感じ取れてどれだけ悔しいって思うかだと思うんですよ。そこに気づって思う感じるか、だって同じプロとして、はい、まあ、自分もそういう経験はやっぱあったんですよ、若い時にね、はい、もう僕は太陽にいたり横浜ベイスターズが最初、うん、弱かった時代も、はい、やってたんで、新聞にはね、うん、横浜太陽銀行とかね貯金ができるチームみたいな、ね、はいはい、そういう表現をされたり、もう悔しくて悔しくて、もういつかね全員を任してやるっていう、逆に燃えたんですね。燃えたんです。それが、やっぱりそれがないと、うん、ね、うまくならないし、まあね、努力もしないし、だからプロ野球の選手っていうところでもうなんていうの、あ、もうそこでもう満足してるようにものすごい見えるんですよ、うん、もう勝たないと打たないと、そういう覇気がじゃあもっともう感じられなかったんです、うん、本当に厳しい言い方ですけど、もう本当にね腹が立ってきて、いい加減、あ、それぐらい、マジでそれぐらい、なんか、ね、厳しいコメントが出るぐらい、まあ、自分がそういう経験をしてたから、はい、余計にね、はい、感じたんですよ、それを。だからもう歯が折れるぐらい歯をくじばって悔しい思いをしてるかどうかなんですよ。それってやっぱ個人、誰か一人の選手がこう発信していくというか、もうそれぞれにそういう自覚がないとやっぱバッと上がっていかない。ダメです。たかだか一人じゃチームって勝てないです、はい、やっぱりみんながそういう、もうそういうのが多ければ多いほどいいですね、はい、まあ、残り試合どう戦って、いやいや、どういう戦いを見せてくれるかっていうのは、そうですね、はい、まあそこですね、うん、はい、で、広島、はい、カープですね。カープか、カープもね、ちょっと前、コロナが、はい、コロナが襲ってありました、監督をはじめ、はい、まあ、絶対的な、まあ、エース大瀬良投手がちょっと不調だったりとか、ね、4番も今西川選手変わりましたけど、ずっとマクブルーム選手が打ってたりとか、はいはい、まあ、そこの投打の軸っていうのが、うん、っていうのもありますし、リリーフもちょっと不安定だったかなっていうところもありますよね。まあ、やっぱり軸がいなくなったっていうことがやっぱ大きいよね、まずね、はい、でピッチャーの方だったら、まあ言ったようにね、ミシャンの言ったように大瀬良がやっぱ不調で再調整、はい、でいない間、まあ、森下がねちょっと頑張ったんだけども、はい、であとはまあ軸、打つ方の軸っていう、であとは守りの方の軸、菊池もね、やっぱりいなくなってたし、はい、でまあ、帰ってきたんだけども、なかなかね、その流れが良くならないっていう、そういう状況ですよね、はい、今ね、まあ、秋山もね、はい、入ってきて、ね、秋山も外れてたんだよね、あれで、これはね、まあ、どの球団もね、今年は主力がコロナで、はい、ね、そうですね、それぞれ時期は違えど、まあ、抜けて。まあ、そのタイミングっていうのもね、やっぱりそれあるとは思うんだけど、はい、まあ、広島ももろにそれを受けて、まあ、苦戦してるっていうところですね。そうですね、はい、こうヒットでコツコツつないでいく野球っていうのがこうハマればまあいいですけど、うん、まあね、うん、なかなかこう調子が悪い時っていうのに、はい、
やっぱフォアボール選んで出塁していかないとなかなかちょっと難しいですよ ね、 そ、 ね、まあ、その中でねやっぱり西川っていうバッターは、うん、これはもうレベル的にはものすごい高いなっていう技術が、はい、今っていうのをやっぱりあの見てていつも思うよね。レベルが高いあのバッターはバッティング、うん、だまあ上がってこれるかどうかっていうのはまあやっとね、まあ、ほぼ揃い始めたんで、はい、これがあのみんなが状態がちょっとこうね良くなっていったらチャンスは、はい、まだその3位に入るチャンスっていうのはまだで、阪神ね、やっぱ阪神が一番そのなんだかんだ言いながら安定感はあるのかな、やっぱり。で、まあでもね、打線の方では大山がちょっと抜けてたり、はいはいはい、近本選手抜けたりとか、あの時はやっぱりね打線の流れが良くなかったんですよ。やっぱそう考えるとやっぱ大山だなっていう、そのやっぱ軸になってるんですね。そう、軸というかポイントゲッター的な、うん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 、まあ、佐藤は佐藤でやっぱ去年よりは去年の経験を生かして、はい、そんなに爆発的な今年数字っていうのは出してないんだけど、はい、まあコンスタントにちょこちょこ打ってるし、うん、まあ去年よりは今年は成長してるっていうのを見せてくれてるし、はい、で、まあ、ピッチャー陣でいうと、まあ、抑え岩崎がね、はい、やってたんだけどちょっとここに来てそうですね疲れ、でも、あれもあれは完璧に疲れですよ、うん、間違いなく。はい、でもあの開幕前に大丈夫なのかって言ってたケラー投手がここに来てねここに来てここに来てケラーが、はい、楽しく抑えに余るっていう、そうなんですそういうケラー大したもんだね。なんかファームで2軍でかなり、ね、やったんだよね、腐らずにやったんだよ。やったっていうのがすごいいい、ねね、ナイスガイだなと思いますけど本当だね、で先発も、まあ、佐伯投手も昨日投げてましたけど、はい、西純也投手も勝ってますし、ね、やっぱ5枚目6枚目がそういう投手だと熱いですよね。柱に加えてってなってくるんで、ね、まあ青柳西っていうのは、ね、やっぱそこそこやっぱ安定感あるし、うん、抑えの前の浜地と、はい、湯浅投手、この2人が大きいよ。すごい球の上に投げるね、はい、あの2人ね。あ、これ忘れてた、藤浪がここに来て調子いいんだよ。そうなんです、藤浪投手もそう、もうすごいいいピッチングをずっとしてる、はい、いやすごいすごいすごい、やっぱ力はあるからね。まあそうね、湯浅とその浜地投手どんどん出てくるね。いやってなってくると本当にすごいですね、阪神ね。はい、個人的にあの守備位置とかをすごく変えることに関して谷繁さんはどう見てらっしゃる？個人的に普通にあの内野手が内外野結構それ話題になってるじゃないですか、まあ、打順もそうですけど守備位置日替わりだったり、大山がこの間ライト守ってたもんね、はい、なしではないと思うのね。あ、うん、なしではないと思う、なしではないとは思うんだけど、まあ、個人的な考えで言うと固定した方がいいんじゃないかなっていう、はい、守るところはね。やっぱバッティングにちょっと集中できなくなる部分もあるんですかね。まあ、自分のリズム的なものもあるだろうし、はいはい、その、まあ、他なしと他の選手にも影響が出てくるような気がするんですよ。あの複数ポジションね守れるその控えっていうのはものすごくこのベンチにとってはありがたい存在なんですけども、はい、やっぱりレギュラーっていうふうにも必ず出る人は時折ちょっとこうなんだろう、こう視点を変える意味でまあちょっとやるっていうのはいいんだろうけど、でもそればっかりっていうのはねどうかなっていう気がします。まあ言えばこのまあキャッチャーこう割るじゃないですか、はい、真ん中そのグラウンドをね、はい、動きが逆なんですよ、はい、ですよね。動きの逆のことをやっぱやらなきゃいけないっていうのはやっぱり負担がかかるっていう、そうですね、ミスがねやっぱ増えるっていうふうになっていくんで、はい、あんまり僕はおすすめしないですね。そのねなんか論争は結構起こってたので。あ、そうでしょうね。でもまあ結局それをやらすっていうのはやっぱ監督ですから、はい、最終的な責任のところっていうのは監督が責任を取るんで、だからまあ矢野さんでもういや俺が責任取ればいいんでしょっていう、うんうん、まあ、そういう考えのもと多分やってるんで、もうそれはもう問題ないと思います、はい、
さあここからの1位に、はい、DeNA これね7月8月いや驚異的な8月強さだよね。18勝6敗ですよ。すごいダントツです ね、 ね、どこにそういうあのなんだろうな感じました。もともと開幕前から打線はこう怖いと、うんうんうん、でもこう、まあ、ピッチャーがどうなんだって言ってたところを、うん、もうピッチャーも頑張ったっていうのもそうですし、はい、あとなんかちょっと例年のイメージで言うと守備が硬いっていうイメージがあんまりなかったんですけど、今年エラー数すごい少ないんですよねベイスターズ。あ、そうなんだ。他と比べて守備もこう意識が高くなったのかね。意識が高くなったのかなっていうところも、まあ、ポイントですし、はい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 、で打線も上がってきて、まあ、オースティン選手戻ってきても代打で起用できる余裕さとかもありますしそうだ、ね、すごいいいなと思いますけど。まあ、ピッチャーが先発がある程度抑えて、はい、でそんなにね点数言うほど取ってないんですよ。取ってないんだけど、まあ、中継ぎ以降後ろのピッチャーでその取った点数を守りきるっていう、はい、そういう勝ちがものすごい今年多 い、 多いなっていうふうに感じてて、そういう勝ち方ってあんまり去年までしてなかったできなかったんですね、はい。それは今年は本当に7月8月に入ってそういう勝ち方ができるようになって、だからチームが安定感、うん、安定しているように見 え、はい、見えてきたんですよ全部が。そうなんです、そうなんです。だからあこれはいい傾向だなっていうふうに感じてですね。で、まあ、打順もほぼ固定、はい、まあ、たまに2番と後ろの方が、まあ、あとキャッチャーね、うんうんうん、は、まあ、そうですね、どこ変わるんですけど、はい、あとはまあほぼ固定で、で桑原も一番戻ってっていう、はい、まあ、そういう、まあ、打線的には欲を言えば足がもうちょっと使えるようになればね、うん、まあ、さらに欲になるっていうところと、はい、まあ、勝負どころでの細かいその、まあ、ギダとか、はい、エンドランとか、まあ、そういうのがきっちりできるようになればさらに得点能力が上がると思うし、安定感が出るかな。まあでもね、せっかくこの間ね4ゲーム差まで来ました。そうなんです。で首位ヤクルトと3連戦、はい、直接それも横浜スタジアム、はい、ホームで、それもホーム10何連勝してた記録中に、はい、まさかの、どうぞ三立て、はい、村上様すごかったね。いや、これ村上はねえ、何ですかあれは。あそこで2勝1敗ぐらいだったらまだ全然分かんなかったですよ ね、 DNA ね、はい、DNA がやっぱりね、ヤクルトはヤクルトで、はい、ここを叩くっていう、まあ、そうですよね。そうなんですよ。そこをこう絶対に落とさないっていう、そ、まあ、その前にやってたチームとはまた違ったその気合いの入り方、ね、っていうのがもう間違いなくあるんですよ。それってやっぱり去年優勝を経験してるからこそ、その勝負どころっていうところが、ここっていうところです。ある程度分かるんですよ他の人もみんなね、はい、でもそこ、そのポイントが分かって結果を出せるか出せないかが大きな違いになってくるんですよ。発揮できるかどうか。そうです。それがやっぱり去年の優勝っていうものがあったりね、はい、日本一になったっていうその経験っていうので強みっていうのは、ああいうところでも結果を出せる選手が多いっていうことです。経験値みたいなところもあるんです、はい、まあそうは言ってもさ、まあ、あんな打てる村上様だよ。いや本当にもう神様、人間として扱ってほしいって言ってましたけども、神様ですね。本当に絵に描いたような。決してそのあの対戦までヤクルトがじゃあ状態が良、ね、うん、かったかって言ったらそんなに良くなかったはずなんですよ、はいはい、まあそれでもね、やっぱあそこで3連勝してしまう、うん、やっぱりヤクルトの、まあ、底力っていうのがね、うん、見せられましたよ。でもね、あの俺はこの9月中に絶対もう一回チャンスが来ると思うんですよ、ベイスターズに、はい、その時に今回の3連敗のような今年はもう、まあ、もちろん終わりです、はい、だからもう俺はもう一回チャンスがある。9月めちゃくちゃ過密日程じゃないですか、ベイスターズがね。そこがこうどう出るかっていう勢いのままにいけるのか、こうご期待ですよ。そうですねまあ、戦い方からするとね、やっぱり先発が
やっぱり一人でも1イニングでも、はい、ね、長く頑張って、そうですね、やっぱり中継ぎの負担をなるべく減らしながら、うんうんうん、であとはその中継ぎの入れ替え、ね、っていうのはベンチワークで、はい、で野手もうまくちょっとずつこう、ね、1日休ませてこ うまくやっていかないと、うん、最後の最後本当にもうヘロヘロになるからな。やっぱあの過密日程だと先発もちょっと枚数がって思いますけど、ね、まあ、上茶谷投手とか東投手とかが上がってくれば、まあね、もしかしたら、はい、であの中継ぎでいうと田中がね、はい、昨日戻ってきてくれて少しはあの厚みが 出ていくと思うんで、うん、最後の最後までちょっとね食らいついてほしいです。盛り上げてほしいです ね、はい、そうですね。まあヤクルトはもう言わずと知れて、はい、もうみんなもう分かってるんで。いやもうなんかキブルハン選手とかも結構そんな次連続ホームラン、あんなに当たること誰が予想したあると思ってすごいですよ、ね、誰が予想したキブルハンが あんなに、あれでもマイナーで百何十本ホームラン打ってるんだよね、キブルハンって。そうなん、結構打ってるのよ。でもそういう雰囲気はなかったんだよ。でまあ、山田哲人選手も復調して、サンタナ選手も復調してきてますし、やばいじゃん、穴がまたなくなってきましたし、そのやっぱ誰かが不調でも代役がしっかり出てきてたなっていうのがやっぱ強さなのかなと思います、ね、やったらヤクルトですけど、予想どこ優勝だっけ。ヤクルトです。すごい巨人ファンなのにもしっかりヤクルト、なんか安定感をこう説明してくるからさ。いやもうヤクルトすごい、いい言葉入ってくださいと思いながら見てますけど。まあそういうんなところでね、はい、これね、まあ、いつも言ってるんですけど、もう最後の最後までね、本当面白い試合を僕は見せてほしいんで、はい、そこを期待しながらね。いやもう最終盤ですけど面白さ詰まってます。まあシーズン終了をね、はい、楽しみにしましょうよ。反省会になるのか、ね、どうなのか。エミリちゃんとは1ヶ月後だね。あ、すぐですね。もう確かに終わる、ね、すぐ終わるんで、1ヶ月ちょっとで終わるから、まあ、これはもうちょっと楽しみに。そうだね、はい、あれだね、シーズン終わって、まあ、クライマックスファイナル中ぐらいになると一番いいね、はい、で日本シリーズ予想と、ね、そう、あ、いい、いい、そうですね、ファイナル最後の予想と、そこも盛り上がってます ね、そんな感じで、まあ、反省会を含めて。まあ多分ね、俺の方が反省が多い。反省が多いから、いや、どうです、今のままでいくとそれぞれ分かんないですけどね、今のままでいくと多分ね、俺の方が反省が多い。楽しみにしたいと思います。はい、まあ、いつも本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。